俺の周りの友達は結構知ってんねんけども、俺基本的にハワイにいることがめっちゃ多くて、1年の3分の1ぐらいはハワイにいたと言ってもええぐらいハワイにずっといたんですけど、まあその時に今なんかホストになってるやつがいて、吉田善雄、見た目が完全にユニセックスというかなよっとしてる感じの、当時一つ屋根の下の江口洋介みたいな髪型してるやつで、でこいつが僕も仲良くて可愛かったりしてたんですけども、俺がハワイ行った時に LINE のやり取りしてて、でハワイに来たいですみたいな来たから、じゃあお前女連れてこいやみたいな話をして盛り上がってたんですよ。その時にあいつから急に LINE 来て、キャリーと一緒に行っていいですかって言ったら、キャリーって何、キャリーパンダのこと言ってんのって言ったら、そうですって言ったら、いや来てもええけど、そんなもん俺に招待してもらうのも自腹で来れるやろって言って、一緒に来たいって言ってるんですよキャリーがって言うから、よう意味わからんけど、でも俺お前別にキャリーに興味ないし、出してもエコノミーしか出さんでお前らのことなんかっつって、ええのそれでって、エコノミー乗んなのって言ったら、全然乗りますって、取ってもらっていいですかとか、いやええけどほんまにええねんなお前って、全然大丈夫です、ね、しかも俺が泊まってるコンドミニアムでベッドルームが2つあって、お前キャリーと一緒の部屋なんで大丈夫なの、キャリーは俺はメインベッドルームで寝てるからあれやけどって言ったら、全然大丈夫です、キャリーとめっちゃ仲いいんでって言うから、でまあ俺は一応飛行機取って、で空港を迎えに行って、でその時が俺キャリー多分初めて会った時やったから、どうも初めましてって話をして、でそのちょっと朝ごはん食べに行って、俺が泊まってるコンドミニアムさんで、こっちのツインの部屋2人で使ってって渡して入れてんけども、この善友が元から分かっててんけども、むちゃくちゃセクハラすんのよキャリーに。言葉のセクハラも含め、ボディタッチも含め、で本人めっちゃ嫌がってんねんけども、善友はいやこれスキンシップなんでって、嬉しいんだろお前とか言ってあいつずっとやってて、いやこれ絶対嫌がってるやろなと思ってたんですよ。で俺はまあ善友が連れてきた子やし、別に俺が興味あったわけでもないから、ご飯食べに行ったりだとか海連れてってあげたりだとかいろんなことはしましたけども、まあ、あんまり触れないっておこうというか、別に連絡先も交換しなかったし、どうぞどうぞゆっくり自分らで楽しんでねってスタンスやったんですけど、真ん中にリビングがあったんですよそのコンドミニアムが。で僕のメインベッドルームが左側にあって、右側が彼らのサブベッドルームやったんですけども、夜中1時2時ぐらいかなハワイ時間で、途中パッと目覚めて携帯いじってたんですよベッドの上で、そしたらなんかキャリーの声が聞こえてきたんですよ、ガーッと大きい声で、何喋ってんやろなと思ったら、出てきて部屋から、でリビングに入っていって、リビングのソファーの中で、いやもうほんとムカつくんだけどってキャリーがずっと言ってるから、なんか喧嘩してんなと思ったら、全員さずっとセクハラしてくんだけどあいつって、あいつ絶対私を何のために呼んだのか分かってないわみたいな話を大声でキャリーがしだして、で全部俺の部屋に聞こえてるから、うわこれ気まずいなと思って、いろいろ聞いたらずっと善友の愚痴をこぼしてて、でまあそのまま寝ちゃってんけど向こうで、次の日かななんかの時にキャリーがおらんタイミングで、俺が善友にお前昨日キャリーが夜中ずっとこんなこと起こって電話で誰かに喋ってたでと、お前大丈夫かと、お前親友とか言っとったんやんけキャリーのこと、だ俺言ってんセクハラしすぎちゃうかお前って言ったけど、結果そのセクハラがしすぎで善友はキャリーに嫌われたんですよ。でそのまま日本に二人とも帰っていくんですけども、帰った後に善友にあれがどうなったんって聞いたら、あの女キャリーがあんまり連絡取れなくなった、